はい、だから基本的にうんちも全部水の中で飲んで、で今日は綺麗なのは木の木。おー、かわいい。取れました。しのりよ、しのり。落とされた。水中で、あの水の中で産みます。今回の戸部動物園は陸で産んでます。満腹くんは陸で生まれました。でも1時間後にはちゃんと水の中に入ってお母さんのおっぱいとか出る、はい、カバは基本的には水の中で生活、はい、集中するんです。で今回の満腹くん昔ちょっと前まではお母さんカバを見つければその近くに赤ちゃんカバがいるって分かったのと、最近はちょっとそれがないことになったので、どこにいてるかちょっと水が汚れてしまうと、うん、ここじゃなかった、降りさせないようにしてるのか、えらいな。ここから降りたら危ないよっつって。